したくれたきっと、やべべてもしゃねえべ、そ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 んなことかやっとやっけやっべやるしかねえべ、そんすべそんな記憶あっけあっぜあっぞ、なんじゃやるしかねえわ生きる優造の優しい独り言。はい、皆さんこんばんは。カモン優造の優しい独り言、お相手は私カモン優造でございます。皆さんこんばんは。7月の今日は12日ということでですね、今日はいい日です。何がいい日かっていうと、いよいよ我が社もですね、我が社もってこれナスウェブのことじゃないんですけど、僕が働いてる会社もですねボーナスが出まして、いやーよかったですね。出る出ない出ない出る、いろんな話がありましてですね、どうにか、今期出まして、ほっとしてるところでございますが、まあなんでしょうね、ボーナスって出るまではワクワクしてたんですけど、出るともう次は冬まで出ないんだなと思うとなんか寂しいですよね。まあまあ出たことは嬉しいんですけども、まあそんなことはどうでもう、梅雨明けしましたね。いよいよ夏本番ということで、今日のメールテーマはですね、夏といえば何ですかというテーマで、皆さんメール募集しておりますので、どしどしメールを送りください。メールの送り方は、下にも流れております、ナスアンダーバーウェーブアットマークヤフー .co.jp こちらまでですね、あなたは夏といえば何ですか、ぜひそんなメールをお待ちしております。私はですね、夏といえば、露出が多くなるじゃないですか。昨日も言ってましたけども、鎖骨ね、鎖骨フェチのカモン雄三としてはですね、この夏は女性のこの胸元が開けるというね、胸元がね、鎖骨が見えるということでですね、鎖骨フェチのカモン雄三としてはもうたまらない季節がやってきたということで、もう毎日ですね目線はね、鎖骨に、行っておりますけれども、まあ何を仕事をしながら何見てんだって話ですけどね。まあそんなわけでですね、あなたが思う夏とは何か、そんなメールをお待ちしております。いよいよね梅雨も明けて夏本番、いろんなお祭りが、ね、3月11日に日本は大変な大震災に遭いましたけれども、仙台とかね、岩手なんかでもですね、お祭り、これからどんどん開催されていくようなので、せめてねこのお祭りは盛り上がってですね、ひとときでもそういった辛いことを忘れてですね盛り上がっていければと思っております。まあそんなわけで、今日は夏をテーマにですね、お送りしたいと思ってるんですが、番組テーマはまた別にですね、キャンドルナイトの後半、先週流していない映像などもですね今日は交えながら、お送りしていきたいと思います。あの人が歌った曲も聴けるんじゃないかというのがですね、まあ来た方にとってはまあいろいろ思うんじゃないかな、誰の歌って思うかもしれませんけどね、今日はまあそんなところもいろいろお知らせしながらですね、お送りしていきたいなと思いますので、皆さん最後までよろしくお願いします。それでは、いつものようにですね、カモン雄三の優しい独り言はこの7ケケアニメーションでスタートしたいと思います。今日も1時間皆さんよろしく。走り出す走り出す、止められないよこのバイブレーション、
はい、というわけで始まりました、カモニュートの優しい独り言。皆さん今夜もよろしくお願いします。キャンドルナイトの後半の映像を交えながら夏ということでですね、皆さんの夏といえば何か、かき氷とかね、あるじゃないですか、スイカとか、まあ、食べ物で言えばそんなものでしょうけど、海水浴、そしてキャンプ、バーベキュー、いろいろあると思うんですけどもね、ぜひぜひ、皆さん夏といえば何か、ぜひメールを送りください。チャットで参加していただいても結構でございます。まあ、そんなわけでカモニュートの優しい独り言、今日はですね1時間お送りしていくんですけれども、キャンドルナイト終わってねしばらく経ちますけども、オープニングアクトで僕歌ったんですよね。皆さん忘れてませんか、僕オープニングアクトで歌わせていただいたんですけど、今日はですねその練習風景なども踏まえてですね、お送りしていきたいなと思っております。本当は別に流す予定はなかったんですけど、ちょっと見てほしい映像もあってですね、そんなわけで今日は僕の映像も今日限り、1回限り流そうかなと思ってですね用意しております。まあ、そんなわけで、キャンドルナイトの後半をお送りしていきたいと思うんですけど、夏いよいよ始まりまして、すごい暑い日が毎日続いてるんですけど、いよいよ我々、僕の働いてる職場もですね、節電を気にせずエアコンをつけ始めましてですねなぜ気にしないかっていうのいろいろ理由はございますが、ちょっとね、特殊な職業でございまして、湿度があると困ることがありましてですね、ドライはどうしても必要でないかということでドライはつけさせていただいてたんですが、さすがにドライだけでもですね湿度にかなわないということで、いよいよ気温を下げる方にですね操作させていただいております。企業推奨温度28度、申し訳ないです、もっと下げてます、はい。このカモンスタジオもですね少し気温を下げさせていただいてやっておりますが、まあ、いろんな機材もありますからね、つけててもやっぱり温度は上がってしまうんですが、そんな理由もあって僕の顔は今いつものように今テカっておりますけどね、まあまあ、夏始まりましたからね、僕にとってこの夏、2011年の夏といえばですね、去年に引き続きなんですけども夏フェスですね。栃木県では、ベリテンライブなんていうのがね、9月に開催されるようですが、私にとってはですねこの7月が本番、何かっていうとですね、いよいよもう今週末なんですよ。今週末に、静岡県のですね嬬恋という場所に行ってきます。これはね僕の長年のずっと夢で、去年は当たったんですけど、その前がですね、ハッピーデーさんこんばんは、今夏フェスに関してですねちょっとお話をしてるんですけど、去年一昨年まで3年連続で外れてたんですねチケットがね、去年はなんと、中日が当たりまして3日間の連続でやるライブ、イベント、夏フェスなんですけど、その真ん中の日はね当たりまして、今年もなんとその真ん中の日が当たりましてですね、最近僕がハマっておりますナオト・インティライミっていうですね、インティが太陽、ライミが祭りという、日いずる国のお祭り男ナオト・インティライミというですね、自分でそう言いながら、ライブをやっておりますが、彼のライブが生で見れるというのと、そして、2日目に出るのはサリューさんという方が出るんですけどね、実は僕が行くそのフェスというのは AP バンクフェスというですね、毎年この海の日絡みで、3日間連続で開催されております、嬬恋で開催されるフォークのね、なんていうんですか、フォークの、フォークジャンボリーとかね開催されてたのこの嬬恋でしょうけど、そこで開催されます、AP バンクフェス、まあ地球環境とかを考えながら、イベントをやろうじゃないかという趣旨の、イベントでございまして、ミスターチルドレンの桜井さん、そして、マイリトルラバーって言った方が分かりやすいかな、小林武さんというですねこの2人が立ち上げたイベントではあるんですけども、年々ですね規模を増して、そして、リフューズ、要は、食器とかね、そういったものを使い捨てじゃなく、使い回しをしましょうというようなね、ことをやりながらイベントが開催されてるんですけど、今年もその嬬恋に行ってきます。土曜日がね HMC の放送ありますけど、これ実は今回僕の都合なんですけど
それがあってですね、収録という形を取らせていただいております、なかなかでも面白い映像になってますので、今週もですね収録で申し訳ないんですが HMC の33の2人よがり、これも、ぜひ土曜日見ていただければなと思っておりますが、そんなわけで今週はいろいろ僕大きく動きます、そんなわけでですね、疲れをためないようにと思って毎日できるだけ早めに寝たり、寝るまででもエアコンをつけたりとかですね、ちょっと体に負担がかからないような生活を送ってるんですけど、まあそんなわけで僕にとってのこの夏いよいよ始まりました。はい、まあ他にも話したいことはいっぱいあるんですが、1曲まずは聞いていただきたいなと思います。先週ですね流してない映像を中心にお送りしたいと思います。この人が来たの僕びっくりしました。キャンドルナイト、もともとともひろくんがね、メインで歌う予定だったんですけど、そのともひろくんがどうも体調不良で出らんないということで二転三転したんですよね。実はなんだっけ、一時ね後輩のミュージシャンが来ることになってて、でまあその彼もちょっと出らんなくなって、で申し訳ないので僕が助っ人を呼んで、出ますということで、まあなんかどんな助っ人呼ぶのかななんて思ってたんですけど、意外な人が来ましてですね、そして曲も意外な曲を聴いてしまいまして、ハッピーデーさんあたりはこの曲も知ってるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとこれもう YouTube にアップさせていただいてるんですけど、レアでございます。ぜひ聴いてください。ともひろがメインでは、このライブともひろがメインで呼んだんですけど、どっちがメインか分かりません。題してともひろずが歌うありがとう、聞いてください。どうぞ。一つだけ言葉を残したい。さよならじゃがいけないと心が叫ぶから、さよならの代わりに微笑んで「ありがとう」「言えずに後悔ばかり」「大切な人といつでも別れてから気づいてしまう」「ありがとう」「ありがとう」わかったよ、生まれてきたわけが大切な言葉を残すためだったんだ、ありがとう。ありがとう、ありがとう、言えずに後悔ばかり、大切な人といつでも
別れてから傷ついてしまう。ありがとう、ありがとう。今なら素直になれる。出会ってきた人を全てに幸せが降り注ぐように。ありがとう、ありがとう。出会いに、出会いに。ありがとう、ありがとう。別れに、別れに。ありがとう、ありがとう。あなたに、あなたに。ありがとう、全てに。ありがとう、ありがとう。ありがとうございました。何なんですかね、ともひろと篠原信義でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、聞いていただいたのがですね、ともひろずと言っておきましょう。ともひろずのありがとう、ハッピーデイさんね、やっぱり久しぶり聞きますねということでですね、まあ、このナスウェブをですね、初めもう開局した時から聞いていただいている方はまあね、おなじみの曲でもあるんですよね。まあどう説明していいかな、まあ、解散してしまったですね、ある音楽ユニット、あのミュージシャンユニットがですね、歌ってた曲なんですけども、まあこのともひろがですね、今回ミュージシャンとして呼んだらサポートできたのは篠原信義という、もうどっちがメインかわからないようなですね、ユニットで今回このありがとうを歌ってくれたんですけども、まあ懐かしいですね。まああんまり深くね話してもあれなんですが、まあこの曲はですね、本当にここナスウェーブが開局した当初何度も聴いた曲ですね、懐かしいなと思いながらですね聴かせていただきました。ありがとう、はい。まあそんなわけでですね、キャンドルナイト、ともひろ、まあともひろくんのねこの映像はいろいろちょっと篠原信義さんが入ってたということで、YouTube アップもですね、いろいろ確認を取った上で、まあ篠原信義という名前がね入っていない形でちょっとアップさせていただいていますので、ともひろ図という形でですね、動画もアップされてますので、よかったら見てみてください。 YouTube で見れますからね。まあそんなわけでですね、ともひろくん本当は自分の曲もあるんですけど、この時ちょっと体調崩してて、ね、なかなか歌えなかったんで、サポートに入ったサポートの方がメインみたいなね、メインボーカルサポートよくわかんない感じでしたけどね、まあ本当に楽しいライブをありがとうございます。そして、チャットの方ではハッピーデーさんありがとうございます。夏といえば雑草でしょうかということで、ああそうなんですよ、うちの前もねこの牧草畑があるんですけど、牧草畑っていうか、まあもうただねほったらかしてるんですけど、その草刈りうちの母親がやってるんですけど、とにかくね伸びるのが早い、どん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 伸びてしまってですね、1週間ごとに刈るぐらい伸びるかなね。この田舎に来るとこう分かります、こういうねエンジンのついた草刈り機で、あちこちね草刈りやってるんですけど、うちもですねこのカモンスタジオの前もまたそろそろやらないといかんのかなと思いながらですね伸びてるのを見てますけど、そしてエアコンのない生活にはうちわは必需品ですねということで、僕はエアコンがない生活が、考えられないという暑がりですからね。ベネルッパさんもそうなんですけどね、カモンスタジオに来るとエアコンがついてて気持ちいいみたいなねことを言ってますけどね、なかなか買えない時もありますけどね。まあそんなわけでエアコン、うちは扇風機ですか、夏といえばね。まあそんなわけで、夏いいですね、なんか夏ってワクワクしません？入道雲とか見ると僕なんか、僕らの夏休みだっけ、ゲームがあってね、その中ってすごく夏の
あの親戚の家とか思い出すようなね、映像描写がされてるんですけど、なんかね懐かしいですよね。でなんかワクワクするっていう、まあ実際僕そんなにね夏って言って外へ出るタイプではなかったんですけど、そうだなアウトドアなんかはすごく好きで、テント張ったりとかバーベキューやったりとかね、そういうのはよくやってて、まあ今年どうだろうな、できるかな、なかなかね休みが社会人になると難しいですよね。その夏休みって言ったってお盆に数日あるだけで、なかなかねみんなで集まってバーベキューとかテントを張ってキャンプだとかってなかなかできないようになってきたかなと思いながら、大学を卒業してすぐの頃は毎年ねこの夏に、福島とか、宮城とか、茨城とかですね、いろんなキャンプ場に集まって仲間だけでですねテント張って本当にキャンプやって楽しくやってたんですけど、なかなかみんな子供が生まれたりとかしてですね集まれなくなって、ここ 4,5 年やってないかなね、本当久しぶりにまたみんな集めてやりたいななんて思いながら、今年も、夏がやってまいりましたのでね、まあどうにか集まれればいいななんて思いながらね、毎日過ごしてますけど、まあまあまあ、寂しくなってもしょうがないので、楽しい話をしたいと思います。いよいよ私今日ですね、本当に今日だったんですよ、会社からボーナスが出ましてですね、よかったななんて思いながら、うちのスタッフもですねもういつ出るんですかいつ出るんですかって俺に聞かれてもわからないって言いながら、やっと今日出まして、で僕にとってはブログとか、ミクシーでお付き合いのある方はご存知かと思うんですが、夏と冬のボーナスこれが出た時にはですね、それまで買いだめしたですね宝くじを、一挙に紹介、ね、当たってるかどうかを、売り場に持ってって確認するんですけど、その、儀式がいよいよ今週末ぐらいにやってこようかなと思ってるんですけどね、1億円当たってるつもりで僕はいますから、いよいよねこの1億円が当たったらカモンスタジオも大きくなるんじゃないかななんて思いながらですね、まあもうイメージ、ね人って何かをしようと思った時、絶対重要なのは成功してる自分を想像できるかどうかなんですよ。一番簡単な訓練っていうのはじゃんけん、これもう以前に僕番組でもお話してるんですけど、じゃんけんって相手が何出すかって考えてじゃんけんすると負けます。はい、これは相手がグーを出すと思うんです。これが思いが強い人ほど勝ちます。これだからねじゃんけんで皆さん訓練するといいかもしれませんよ。これ僕はみんなに言うんです。成功するための訓練としてじゃんけんで勝つことをやれっていうね話を必ずするんですけど、じゃんけんって一番こう自分で勝ちたいなとか思うじゃないですか。だからそういう時に相手にどうやって勝つか、それはもう こうやったりするじゃないですか。こういうのね、こういうのやったりして相手が何出すかっていうのを占ったりしますけど、そうじゃんけんっていうのは勝つ方法っていうのは簡単なんです。相手にこいつグー出すなって思い込むんです。どんどん自分でこいつグー出すなって思うと絶対グー出しますから、こいつチョキ出すなチョキ出すなって思うとチョキを出すんです。この思いが強いほど、じゃんけんっていうのは勝ちやすくなります。でこれを訓練していくと自分が成功した姿っていうのを想像しやすくなりますから、ぜひですね何の、ねこんな成功論とか話してるのかなみたいな思いますけど、ぜひですね自己啓発じゃないですけどそういう普段からね訓練をすると自分がこう思い通りの未来を築くことっていうのがすごく身近で簡単なことであって、そして、失敗を思うことってつまんないじゃないですか。だから成功を想像する、成功を想像して楽しむっていうことを普段からすることで絶対に生活ってプラスにいくはずですから、ぜひ、まあこれが本当にうまくいくかっていうのはねあなたの気持ち次第ですからね、まあ失敗した時はそうそうこれねハッピーデーさん絶対ダメですよ。最初から負けると思ってやっていますので余計に勝てないのでしょうかということで、もちろんそうです。負けるというイメージこれは簡単にできるんです。失敗するイメージっていうのは誰でもすごく簡単にできてしまうので、成功してる自分を想像すること、これが一番難しいんですけど、それができるようになるとそういう自分が
すごくプラスになっていきます。絶対にマイナスにはなりません。でそれを、じゃあ失敗した時どうなのっていう質問がよく来るんですけど、それは成功の思いが少なかったんです。まだまだイメージができてなかった。だからどんどん自分の、未来ね、こうなってる自分とかこういう風になってたらいいなっていう思いを、描きながら生活したらいいんじゃないかなって僕は思うんですね。日々僕はでもそういう風に思いながら、やってます。だから1億円当たるなんてバカじゃないのなんて言われることはありますけど、バカじゃないと思ってます。僕絶対当てるつもりでいますからね。だからまあ当たった時はね、言うかどうか分かりませんけど言えよって話ですね。ここまで言っといて当たった時言わねえかよって話ですけど、でもね、そういう自分を想像してるって楽しいじゃないですか。夢の中でね、誰かに会いたいなって思って出てきた時嬉しいじゃないですか。そういうもんですよ。ですからぜひ、この夏こういう楽しいことしたいなとかね、そういうことをよかったら想像できたこととかあったらメール送ってください。ぜひ楽しい夏を過ごしていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。そんなわけで、ちょっとね時間押してっちゃうんで、もう一曲また紹介したいと思います。これはね今回まあ先に言っちゃうと僕がオープニングアクトで歌ったんですけど、ハッピーデーさん1割上げちゃうとですね9割しか残んないんですよ何言ってんだって。そうだから、僕がオープニングアクト歌ったんですけど、その時にサポートで入っていただいたのは大島雅宏くん、鴨雄三 with つけ麺部部長ってなってましたけど、つけ麺部部長というのは、大島雅宏くんのことなんですけど、大島雅宏くん、そして加藤修司さんというのは今回新曲をですね、準備してキャンドルナイトに参加していただきました。そんなわけで番組でも多分初という形になるかな、聞いていただきたいなと思います。大島雅宏くんの曲で、真夜中の出来事という曲があるんですけども、これ大鳥を大島くんに今回任せました。その関係もあって時間がもう随分暗い時間だったので、実際映像はねあまり、はっきりと映ってないんです。暗いんです。一応映像処理はさせていただいたんですけど、まあ大島くんの歌う姿はねなんとなくわかると思うんで、歌をぜひゆっくり聞いてください。大島雅宏で真夜中の出来事、どうぞ。心から心から
はい、聞いていただきました大島雅宏くんの新曲です。真夜中の出来事という曲、いつも思うんですけど、大島くんはこれは実体験なのかなって思いながら詩をね結構読むんですけど、実体験なんだろうなと思いながら、先ほどのね成功の話もそうなんですけど、大島くんのこの恋心みたいな詩をね読んでるとね、なんか切ない詩が結構多いんですよね。なんかどうも会いたいんだけど、会えない、会いたいなって思ってたんだよねっていうような詩がこの真夜中の出来事だったりして、で成功ね、成功っていう観点から見ると、先ほどのじゃんけんっていうのはもうすごく身近なんですけど、そして一番みんなどんな人でも、恋を成就したいって多分思うと思うんですけど、恋を成就する場合も同じかなってちょっと思ったりしました。っていうのは過去って変えられないけど未来は変えられるっていう考え方、そうすると、過去に辛い思いをしたから未来もこうなるんじゃないかっていろんな思いが多分交錯すると思うんですけど、過去は過去過ぎたことです。で未来は変えられる、あなたの思い次第っていうのが僕の考え方で、過去にどんなことがあっても未来はこれから起きることで、同じことが起きるとは限らないし、で同じことが起きると思ってしまうと同じことが起きてしまうんじゃないかなって僕は思います。だからどんなにね過去辛い思いをしたとしても、これから先は、楽しいことを想像して、で楽しいことが起きたらそれをどんどん自分の過去の記憶として残していけば、どんどん楽しい未来が開けてくるんじゃないかなって思います。何が言いたいかっていうと、僕が、中学校の時に、通っていた塾の先生はですね、受験に成功したかったら恋をしろという話をされました。それは一番恋をすることが自分の成功した、何か成長したっていうことを実感できることだということをですね、中学生のね本当ねしょんべんくさいようなガキにですね、そんな熱い話を されるわけですよ。だから僕は未だにその感動っていうのは覚えてて、で何か
あの行き詰まったり、悩んだりしてる人に対してはこういう話もまたしてあげたいななんて思いながらですね、日々生活をしておりまして、時々職場のスタッフにもやっぱり、ね、雑談でそういう話をしたりとかすると、不思議とね、普段はなんだよこのおっさんみたいに見られてる僕でも、なんかそういう時だけは目をキラキラして話を聞いてもらえて、なんか嬉しいななんて思いながらですね、話をするんですよ。まあ年の子なんですかね、こう生きてくるとそういう話をしたくなるという自分もいたりとかしてですね、まあまあこんなところでもちょっと話してしまいましたが、戻してみましょう、キャンドルナイト、なんとオープニングアクトは僕が歌いました。その曲はですね、何の変哲もないラブソングという、カンさんの歌なんですね。カン、愛は勝つで、有名ですけれども、そのカンさんの曲を僕は初めてこの何の変哲もないラブソングというのを聞いたのは、実はバンクバンドというですね、それこそ今度の日曜日に僕が行ってきます AP バンクフェス、桜井さんね、ミスチルの桜井さんとか、小林武さんがやってるバンクバンドというですね、要はいろんな、ドラムとかベースとかギターとかね、小倉さんとかいるんですけど、小倉さんって言っても分かんないでしょうけど、そういった人たちが集まって、バンクバンドというバンドを組んでて、でそこにいろんなアーティストが3曲ぐらいずつ交代交代で歌っていくというあのイベントなんですけど、その、バンクバンドで出したアルバムの中にこの曲が入ってるんですね。で実はAP バンクフェスの DVD の中でもですね、去年一昨年かな、一昨年去年とあの歌ってるんですけども、すごくいい曲なんですよね。カンさんって、大島君も好きだけど僕もすごく好きで、まあこのからメイキングっていうかね、練習風景も見てもらおうと思うんですけど、その中でもですね、ちょっとカン談義に花が咲いておりますので、そこら辺もね注目して見てもらいたいなと思うんですけど、まずは僕が歌ったですね何の変哲もないラブソング、これを聞いていただきたいと思います。すごく緊張したので、それを踏まえて皆さんも見てください。よろしくお願いします。カモンユーゾー with つけ麺部部長で何の変哲もないラブソング、どうぞ。オープニングアクト、カモンユーゾー with つけ麺部部長で1曲だけ歌わせてもらいたいと思います。よろしくお願いします。多分ね、歌い出しからえっていう感じかもしれませんけど、よろしくお願いします。お願いします。あ、紹介した方がいいかな。曲名はですね、何の変哲もないラブソング。涙出るような悲しみも
いつか作らせてくれるだろうから、あれは大空に白い雲、君と僕がいて、なんでもないだけどただ笑ってる、例えばそう歌を歌おう。ありがとうございました、じゃあこの後、8組のちゃんとしたミュージシャンが続きますので、皆さんライブを楽しんでいってください。この後歌いやすくなったと思います。よろしくお願いします。はい、そんなわけで、僕が歌う、何の変哲もないラブソング、ハッピーです。ありがとうございます。本当に緊張しますよ。なんでしょうね、このね歌う前にですね、ふざけてマイクテストとかやってたんですけど、それでも緊張解けずにですね、そのまま歌に入ってしまったのでですね、かなり緊張しましたね。まあちょっとこれシリーズ化してですね、キャンドルナイトとか、まあ、うちで開催するライブのたんびに1曲ぐらいは何か、まあ、僕だけじゃなくてね、ベネルッパさんとかもピアノやるわけだから、なんか1曲か、ナスウェーブの誰かがね歌っても面白いかなと思ってるんですけどね、まあまあ、そんなわけで、実はこの映像はちゃんと練習をしてまして、でその練習の風景は別に流さないかなと思ってたんですけど、ちょっと面白いから今回少し編集してみましたので、これちょっと長いので、放送時間なくなっちゃいますからね、今から見ていただこうと思うので、僕とつけ麺部部長の練習風景を、ちょろっと見ていただいて、でその中で実は大島君もこの曲を歌っています。はい、この違いをね見せて、僕はなぜ先にこの練習風景を見せず自分の歌ったのを見せたかっていうと、比較されるのは怖いので、大島くんの後にさせてもらいましたんで、じゃあぜひ聴いてください。オープニングアクトで歌った何の変哲もないラブソングのメイキングというか練習風景ですね。どうぞ。涙出るの
だね。大丈夫です。大丈夫ですね。あー、よかった。はい。これ、大島くんが歌ったらどうなの？大島くんが、何ですかそれ。大島くんが缶のバージョンで。缶のバージョンで、じゃあ、ちょっとしんみりいきますか。いきますか。じゃあ、せっかくですから、もう少し近くで。難しいですよね。あんまりね、ちょっと練習しないとダメですもんね。で、俺のいいですよ。缶は結構できんですか、なんでも。缶は、なんでもってわけじゃないですけど、なんだっけかな、比較的。僕、昔すごい好きだった曲があって、調子者のボビーと痩せポチマっていう。
1989。あれは弾いたことないですけど、いい曲ですよね。あれいい曲ですよね。歌いなしない。幸せは何とか何とかなんとかって言ってなかったか。カラオケでも入ってスローな感じで入るんですよね。あのもう まんまあれビリー・ジョエルの世界ですけど、あれね。ね、あれいい曲ですよね。だんだん盛り上がっていく感じのところとか、そうまた下がっていくところとか。あれは1989なんだっけ。そうですね。で、なんかサブタイトルになるあるんですよね、なんか英語のオリビアとなんとかなんとか。そう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 、そうカン、あれ結構難しいですよね。あれ難しいんですよ。歌ったことないですよ、聞いたことあるけど。そう、あれすごい好きで、はい、すごい CD 聴いてたんですよ。野球選手が夢だった。相葉勝が入ってるやつですね。そうですね。相葉勝はどうでもよくて、それ以外の曲が結構好きで、恋する二人の834キロ。おーすげー、知ってますね。知ってますよ、健全安全好青年ですよね。おー、もうあのアルバムは散々聴きましたからね。俺実はあれ買ったのって結構後なんですよ。リアルタイムで買ってないんですよ。僕あれリアルタイムで買ったんですよ。いいな、なんか俺その時は本当になんか全然知らない。あ、これだ。ちょっと歌ってください。歌えるかな、聞きたいの。これでも、あ、そうこれだ、これ。あ、これ音消した。あ、そうだ。はい、見ていただいたのがですね、このオープニングアクトのためにですね、大島くん時間割いてくれて、練習した映像でございました。なんかね、僕あの練習の方がやっぱうまいですよね。あのやっぱり緊張するとね、実力っていうのは出ないもんですね。でも大島くんはやっぱりうまかったな。いやまあそんなわけでキャンドルナイト、まだまだ、流してない曲もたくさんあるんですけどね。あ、エコーのせいもありますが、練習の方が声に伸びがありましたよということで。そうなんです、緊張しないともう少しその高いキーとか、音の伸びとかすごく歌いやすいんですけど、しかもあの時の調整、キャンドルナイトのオープニングの時まだエコーをあまり上げてなかったっていうのもあって、自分の中でもちょっとなんかカラオケで練習したのとちょっとすごく音の感じが違くて歌いにくかったんですけど、うん、まあでもちょっとね勉強になった部分もあって、まあちょっと何かねまたイベントの時に歌いたいななんて思いながらですね、まあこんな感じで僕もミュージシャンとして歌えたかな。まあアコフェスのね前の形になりますザ野外ですか、フリーダムの方でねやってたライブでは僕も何回か歌わせてもらいましたけどね、僕もまあもう少しギター練習して自分で演奏しながら歌えたらいいななんて思いながらですね、オープニングアクトとして
後の方が歌いやすいようにと思ってですね、参加させていただきました。次は冬にもキャンドルナイト開催しますので、その時は、去年の冬にもやったように、陣愛会サロンというですね、石造りのすごくかっこいい建物の中でまた開催しようかなと思っているので、ぜひ皆さんまた遊びに来てください。よろしくお願いします。まあ、そんなわけでカモイゾの優しい独り言、もうあっという間にねエンディングを迎えるんですけども、実は、明日この時間にですね、いよいよ第3回目の放送になります。マロンの2人ですね、ナチュラルピースが放送になります。いよいよね3回目、まあ初回2回目と見ていくと随分ね上達してるかなと。ちゃんとね2人は収録前に打ち合わせをして、どういう話をしよう、どういう流れでやろうっていうのを決めてねやっているので、なんか初心忘るべからずって言葉ありますけど、自分もちょっとね反省しなきゃいけないかなって思いますね。もう行き当たりばったりで僕もこの番組やってますけど、少しちゃんと構成とかね考えながらねやんないといけないかな。割とでも僕は構成考えてる方だと思うんですよ。ちゃんと動画をこのタイミングで流していこうとか考えながら、用意はしているので、まだ行き当たりばったりやってるようで、一応構成考えながらやってる方かななんて思いながら、ですごいなって思うのはやっぱり最近 HMC33 の2人よがり、あの2人はすごいよな、普段どれだけ喋ってんだろうってぐらいね、よく喋ってるから、お互いあうんの呼吸っていうんですか、これ言ったらこういうツッコミしようみたいなのがね、なんか決まりがあるみたいにね上手なんですけど、まあまあそんなわけで明日の夜10時からネオフィリアプレゼンツナチュラルピースというこのマロンの2人がですね、パーソナリティを務めております番組が放送になります。この放送は毎月第2水曜日夜10時からということなんで、第3回目になりますからね、5月から始まってもうすでに3回目ということで、ぜひ皆さん明日もよろしくお願いします。まあそんなわけでカモユゾの優しい独り言、今日はここまでになるんですけども、本当ね夏本番です。皆さん夏を楽しみましょう。暑い暑い言ってばっかりもいられませんのでね、まあ夏バテだけは皆さん熱中症ね気をつけて、生活していきましょう。まだまだ暑い日が続きますからね、そんな暑さも楽しみながら生活できたらいいなと思っている今日この頃というカモユーゾーでございました。それではカモユーゾーと会うのはまた来週ですね。それまで皆さん元気に過ごしてください。それでは明日ね、ナチュラルピース皆さん見てくださいね。よろしくお願いします。それではこの後も起きてる皆さんは素敵な夜を。バイバイ。